はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、皆さん昨日の私のコーヒーっていうハッシュタグをつけた皆さんのコーヒーエピソードを募集しますっていう動画に本当にたくさんの反応いただきまして、ツイッターの方がね大変なことになっております。本当にありがとうございます。本当にね、びっくりしましたよ。今日になってさ、ハッシュタグ、私のコーヒーで、タグ検索ね、してみたら、まあ、すごいんだ。本当に、もう、本当予想してたもう、本当倍以上のね、すごい数の、コーヒーエピソードのツイートいただきまして、いや、びっくりしました。本当に皆さんありがとうございます。うん、やっぱ嬉しかったです。はい。一つ一つね、ニヤニヤしながら本当に見させていただきました。ありがとうございます。うん。やっぱですね、昨日寂しいって言いましたけど、やっぱコーヒー関係の話がね、まあ、できるっていうのは本当貴重なんで、僕にとって、周りにね、山梨にいた頃でさえもほとんどいなかったので、うん。だからね、まあ A1 に通っていたっていうのもあるし、それがしたくて。で、こっちに来てから全くゼロになってしまったんで、いや、本当ね、嬉しいです。やっぱね、みんなすごいね、面白い話持ってたよね。ちょっと読み上げますわ、今。ちょっとね、調べます。これは一番最近のやつだな。トアさん、もともとコーヒーは好きだった。でも初めて行った老舗のコーヒー店でマスターの接客と、本当に美味しいコーヒーに感動して本格的にコーヒーを勉強し始めました。で、あとさっき似たようなね、ツイートもあったな。ね、ちょっと待って。あ、バリーくんだ。のんびり暮らすバリーくん。中1の終わりに、虹の岬の喫茶店の舞台になった、喫茶店に行ってアメリカを飲んだのが始まりだった。そこからポットなりドリッパーなりに、こだわるようになっていったと。うん。うん、そう。やっぱりね、このお二方の、ツイートからもあるように、僕もそうなんだけど、やっぱり、自分じゃねえ、美味しい、やっぱ喫茶店に入って美味しいね、コーヒーを、本当に美味しい、本当のコーヒーを飲むと、やっぱ自分でもさ、やりたくなるよね。その気持ちすごいわかります。うん。自分でもね、美味しいコーヒーを入れたいなって、ちょっとドリップしてみたいなって思うよね。うん。で、あと、コーヒー嫌いの状態から入ったけど、だんだんコーヒーが好きになったとか、そういうのもあるし、うん。で、未だにちょっとコーヒーが苦手だったりとかする人もいるし、様々ですね。うん。ガテマラはいいぞとか、ガテマラ好きな人もいますね。うん。ほっこりの音も、うんうん。シンプルでいいじゃん。あと、薬みたいなもんで。まあ、いい意味でね。まあ、わかりますよ。気持ちはわかりますよ。もはや宗教。最初はコーヒーメーカーで飲んでたけど、友達が意外に詳しく、そっからいろいろやってるうちにハマってしまったうちの一人です。まあ、友達からね、まあ、始まったと思います。いいですね。もともと好きだったけど、濃くすると苦くなるのかなぐらいに思っていたと。うん、まあ、そんなに違いないだろうと思っていたんですね。だけど、昔バイトで、結構原始的な焙煎してて、いろんな違いがあることに興味を持ったと。まあ、いろんな焙煎をしてたんだね。うん。で、焙煎度によって、本当にいろいろ違うってことを知ったと。ありのまま起こったことを話すぜ。俺はコーヒー愛に興じていたと思ったらいつの間にかコーヒー沼になっていた。何を言ってるか分からねえと思う。何を。これね、まあ有名なコピペですけど、うん、そうだね。もうほんと気がついたらコーヒー沼にはまっているよね。分かるよ分かるよ。うん。インスタントコーヒーで十分、手引きミルで豆を引きハンドドリップで入れてくれた友人のコーヒーを飲むまでは、そう思っていた、うん、それまではインスタントコーヒーで十分と思っていた。でもその味が衝撃でしたと。あ、ダジュンさんじゃんこれ。そうね、やっぱりね、本当のコーヒー飲むと世界変わるよね、うん、あと、ヒロピさんだこれ。これ動画見たよ。コーヒー牛乳作るなら直接牛乳でドリップすりゃいいじゃんと、まあコーヒーを牛乳でドリップすりゃいいじゃんという発想を実現しようと思ったけど、牛乳がフィルターを通らなかったと。見ましたよこの動画ね。まあ僕のなんだオマージュ動画みたいなやつですよ。まあできなかったんだよな結局ね。まあいろいろね試すの面白いよね。で、まあカズマックスさんの、まあ、動画から入ったっていうね、言ってくださる方も嬉しい、コメントをしてくれる方もいますしね。うん、
このハッシュタグね、なるべく別にカズマックスに関係なくても、てかカズマックスに関係なくしようと思ったんですよ、あえて。本当にコーヒー、私のコーヒーって、まあ、誰でも取ってきやすい、ハッシュタグにして、まあ、皆さんに、まあ、気軽にね、話していただきたいなと思ったんですよね。うん。やっぱり、なんだ、皆さんの、なんだろう、コーヒーへの意識も、ちょっと、上げたいなって、ちょっと、ちょっとこっそり企んでいたりもしたりね。うん。あ、これこれ。あ、これもいいと思ったんですよ。もともと、コーヒーが飲めなかった自分が、コーヒースタンド巡りをしていて気づいたのは、コーヒーを介してのその場の、バリスタさんや同じコーヒー好きの人とのつながりがとても心地よいと、その場がいいと、うん、その場から生まれるものが、うん、で今は自分もその場が提供できる人になりたいと思っています。そうそうそう、やっぱコーヒーが作り出す場ね、そういうのも、うん、またそういうのも楽しみ方だよね、コーヒーのね、魅力だよね、いいね。いや本当にね、もう本当こういう一つ一つのねコメントをね、もうニヤ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 しながら読むわけですよ。楽しいんだよね。ありがとう、本当に皆さん、本当に元気出ました。これからもね、募集してますので、引き続き、うん、メインチャンネルの方でもちょこっとね、なんかアイキャッチとか見てポンとね、募集してますよみたいなのを軽く入れようかなと思ってます。うん、いや予想外に本当にたくさんのね、コメントっていうか、まあ、ツイートをいただいて、いや本当に嬉しい、マジで。うんうんうん、まあ、眠気対策として飲んでいたけど、うん、自分で入れるようになって美味しいと思ったとか、うんうん、いや本当に嬉しい。これからも待ってますので、皆さんよかったら、うん、別に一人一ツイートとかじゃなくて、別にどん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 、もうどん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 上げてもらって構いませんので、はい。いや僕もちょこちょこやっていこうかな。うん、サブチャンネルでね、カズマックスさんもぜひよかったらみたいなコメントもあったんで、もしねあったら、はい、まあ僕のコーヒーの話も散々してるけどね、ツイッターとかツイキャスとかでね、うん、まあまたね面白いのがあったらツイートします。はい、というわけで、うん、今日のカズマックスのサブチャンネルでした。うん、はい、じゃあの